平成22年12月12日菅総理は米生産農家の現状を把握するため 山形県を訪問しましたはじめに東田川郡三河町の農業生産法人を訪問し米低温倉庫や精米施設などを視察しました次に鶴岡市の土地区画整理が終了している水田を視察しました続いて 専業農家若手後継者による法人を訪れお米の試食を行った後農業関係者と意見交換を行いました。視察を終えた菅総理は 記者団の質問にまずあの官邸記者会からお伺いします。はいえー、今日の視察の感想と、えー、どのような成果に結びつけていきたいか、えー、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。あの先週ですか先々週,週ですか。あの千葉の野菜農家をあの視察をしてきました。であのまあ、野菜とお米とはもちろん農業にとってあの大きな両方の柱ですが、まあの少し事情が違うと思ったので。 今日はあの米どころのこの山,山形県の庄内に、特にお米のことを中心に視察に行きました。で、あの、やはりお米のこの農家にとってまあ、いくつかのやっぱり、あのこれを元気を取り戻す上での鍵になることをいろ,いろとあの話を聞かせてもらい、あるいは現場を見させてもらいました。 一つの鍵はやはりあの大規模化ということだと思いますあの一番大きい畑、えー、失礼田んぼは今日見せてもらったのは、えー、60メートルか ×300 メートルというですね、えーまあ、1.8ヘクタールが一枚の畑になっていると、まあ、そういう大きなあの田んぼの場合は あの例えば5箇所6箇所に分かれて同じトータルとして同じ広さがあるのに比べて、まあ、2倍3倍どころかですねやはり非常に生産性があの高くなるということを言われてまして、まあ、そういう点ではあの今あのかなり平均年齢が高くなっている中で農地の 集約化ということが特に米に関してはあの一つの要素として大事なことかなということを改めて感じました。またあの個別的所得保障について、えー、まあ、この間いろいろと心配もあったわけですが、あの11月に、えー、最初の支払いが行われてですね、まあ、比較的あの早い段階で支払いが あの行われたことで、かなり農家の中にあのほっとしたというか、あのこれで年があの高速準備ができたというそんな声も聞きましてですね。まあ,あの、これからの個別所得保障のあり方についてのかなり前向きな意見を聞くことができました。まあ、それに加えて、あの6次産業化というのは、あのこれは野菜農家の場合も。 いろんな形の加工がありましたけども例えばここでは,あのこ,こ,にはこれはそう倉庫ですがこのすぐ向こうにあのお餅を作ってそれをあのパックにして、えー、売るあこの場所はありませんねさっき見たところそういう形での,あの加工という部門それから今日来られた方の中では農家をやりながら、あのー、民宿をやったり。 あるいはあの自分のところで取れたあのお米でおにぎりを作って、えー、レストランで出したいというです、ね、まさに6次産業化を自らやっておられる方もありまして、えー、そういうことも含めていろいろとあの現場の話を聞くことができましたでもう一つのポイントはやはりあのこういろんな意味でこう自分で自立して経営するという発想が非常に重要だという話を聞きました。 まあ従来、ややもするとこの作ることは作るけどあとはもう全部農協にお任せできたというところもあるということであの多くの,あの工夫している皆さんは産直ああをやったりえあるいはインターネットを使って販売したりまあつまりお客さんのところまでこう見える形の農業。 そういう意味では、経営体として機能しているというところが特徴なのかなと思いました。まあ、いずれにしてもあの、の今日の視察も含めてです、ね、農業再生本部の私、本部長ですからあの、しっかりと取り組みたいしまた一方では、もちろんあの経済のいわゆる貿易の問題についてもです、ね、かなり意欲的な声も出てました。あのお米やあ 場合によったら、えー、和食のレストランなどですね、えーまあ、これは私の方からも言ったんですがあの、まあ、今中国にお米を売るという話があの副大臣などでやってますが逆にロシアにです、ね、アンテナショップでも出したらどうですかということをちょっとアドバイスをしたんですが、まあ、いずれにしてもあのいろいろな面から農業再生のいろんな なんていうのかヒントというか、鍵や話し合いの中で聞かせてもらって、大変有意義でしたその貿易の話なんですけれども、そのように輸出拡大の動きは活発化しているという印象はあるんですが、一方で TPP 交渉への出遅れなどの原因には、米市場の開放が進んでいないことが指摘されている声もあります、改めて米市場の開放も辞さないという覚悟を国外に示すとの必要性は感じていらっしゃいますでしょうか。 ああ TPP についてはもうあの基本方針で述べましたようにいろいろな情報収集を含めて協議に参加をするということで TPP そのものの参加、交渉参加ということについてはあのまだ決めているわけではありません。まあ、ですからここういうういい農業の再生ということと TPP に限りませんけれども FTA とか EPA などの貿易の自由化の推進ということの、まあ、つまりは農業の再生と、えー、開国との両立ということを今目指して両面でやってますので、まあ、今からあの順次それぞれの分野でのお努力が 具体的な形で現れてくると思っています。続いて山形県政クラブから代表して感謝の意です。同じ、はい、く TPP のことなんですが、はい、一方で小売市場開放を求める声の一方で農家を中心に開放すれば国内農業が打撃を受けるという懸念の声もお広がっています。そういった懸念に対してどのように解消していくかお考えを聞かせてください。 まあ今日もこの後ですねあの農協関係者の皆さんともお会い,をいたしますしそれからあのこの食と農林漁業再生の実現会議というところには、まあ、農協あの,の会長にも参加をしていただいていますしあの当然のことですけれどもその日本の農業があの壊滅するようなことになっては絶対いけませんからそうならないための 施策をどうするかということをしっかり今取り組むまあ、今日視察に来たのもその一環です